こんにちは、パーソナルトレーナーの久田です。今回はバランスボールを使ったお腹の引き締めトレーニング、上級編を、挑戦していきたいと思います。前回ですね、初級と中級のレッスンをさせていただいたんですけれども、今回は骨盤をしっかり動かして最後はトレーニングを入れていくような種目を、採用していますので、ぜひともチャレンジできる方は挑戦してみてください。では行きましょう。はい、ではまずはバランスボールの上に乗っていきましょう。骨盤を前後に動かしていきます。上体を動かないように骨盤を持ちながら前後に動いていきます。腰を反って丸めるようなイメージで行ってみてください。慣れない方は難しい動きになりますので少しずつで構いません。はい、OK です。では次は骨盤の横の動きになります。横に動かしていきます。上体は同じ位置で保ったまま骨盤を横に動かしていきます。腰だけを横にスライドするようなイメージで行ってみてください。はい、OK です。じゃあ次は骨盤の回旋運動になります。骨盤を回しながら円を描くように動いていきましょう。前後左右バランスよく動くように大きな円を描くイメージです。でこの時に上半身は動かないように意識してみてください。はい、では少し休憩を入れます。じゃあ次は反対回りに動いていきます。おそらく苦手な方があるかなとは思うので苦手な方は特に練習してみてください。どうしても骨盤の可動域が取れないと体の動きが悪くなりますので練習していきましょう。はい、OK です。じゃあ今度はですねバランスボールの上に背中をつけてバランスボールの上で腹筋をしていきます。では体を伸ばして折り曲げる。上体を丸めるようなイメージで腹筋を使っていきましょう。少し反るようなイメージで行うことによって床で腹筋をするよりも腹筋をストレッチすることができます。はい、では少し休憩を入れたらここから後半戦になります。後半はトレーニングからスタートしていきます。もう一度背中をつけてバランスボールクランチです。はい、OK です。じゃあ今度はまたバランスボールの上に戻りましょう。で骨盤を回していきます。上体を固定したまま骨盤で大きな円を描くように動いていきます。
はい、では次は反対回りに動いていきます。手の位置は骨盤を触っても膝の上でもどちらでも大丈夫です。やりやすい方でやってみてください。で、疲れてくると上半身がぶれたり円が小さくなってきたりするので、しっかりと円は大きく上半身はぶれないように行ってみましょう。はい、 OK です。では今度は横の動きに入っていきます。はい、手の位置はどこでも大丈夫です。骨盤でも膝の上でも大丈夫です。さあ、上体が動かないようにしっかりと骨盤を横にスライドしていきます。はい、OK です。では最後の種目は、骨盤の前後の動きになります。上体を保ったまま前後に動かしていきましょう。はい、OK です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。以上がバランスボールのお腹の引き締めのトレーニング上級編になります。で、またバランスボールを使ったトレーニングのレッスンを紹介していきますので、ぜひとも家にバランスボールがある方はチャレンジしてみてください。では